3月に入りましたが、まだまだ雪が残る長野県志賀高原にやってきまして、このスバルフォレスト STI スポーツでやってきたんですが、まあ、やっぱりスバルといえば雪道という印象があると思うんですけど、やっぱりこの雪山で使ってなんぼの車であることは間違いない、なんぼではないと思いますけど、はい、まあそのこういう、まあ、まさに総合雪国性能という言葉をスバルの人が使っているんですけど、まあここに来たら輝くよねと、まあ、そういうシチュエーションであることは確かですよね。そして実際問題、この雪が、あの3月なんですけど、すごい降ってる中、ここに志賀高原まで標高 2000m ですね、登ってきて使ってみたら、まあ、やっぱりスバルの車はしっかり考えられてるなっていうことがちょっと分かったので、まあ、このまずユーティリティ含めて、いろんな使い勝手をちょっとご紹介していきたいと思います。雪山で使う車として、まず多くの人が求める性能の一つに荷室の広さというのがあると思うんですけど、このフォレスターですけど、こう見ていただいて分かる通り、このサイズの SUV としては存外に広いユーティリティを持っています。まあ、最大の開口部幅はこちらですね、こちら 1300mm となってまして、中の最大荷室幅は 1585mm というスペックを持っています。なので例えばですね、今これスノーボード、私のサイズなので 154cm のスノーボードなんですけど、もうこの荷室にね、あのスポット入るぐらいのものを持ってます。そしてこっち 168cm のスキー板なんですけど、これもあの助手席普通のポジションでセットしても全然まっすぐ入る状態なので、この状態で4人で乗って、そして板4台を全部入れることができる、そして4人分の荷物を入れるユーティリティを持っています。でちなみにこのシートバックを倒した時の最大荷室長なんですが 1547mm となってまして、つまりこの平均的な日本人の長さのスノーボードってだいたい154センチだと思うんですけど、それがぴったりどんな状態でも入るものになっています。で助手席の出し具合によって、スキー板こちら168センチですけど、こちらもあのシートバックに全然干渉せずに、今普通に私が座れる状態の助手席のポジションで普通に詰める状態になってますので、まあ、4人乗車で4台積んで出かけても、それにあの他の荷物も全部積んでですね、普通に出かけられるユーティリティを持っています。そしてもう一つがこのラゲージフックの大きさですよね。まずこのサイドにコンビニフック的なものがあるだけではなくて、こっちの上側ですね、こちらにあのもう2つついてるんですよ。これによってまあいろんな荷物を積っておけることができますし、もう一つがこのバックドアですね、こちらにも実は1つフックがついています。これで、まあ、いろんなユーティリティが確保できていることが一つ特徴かなと言えますね。そして電動で、シートバックが、まあ、ラッチが電動になっていて、倒れて完全にフラットな荷室が出てくるので、まあ、これによって、1人2人で出かけるときは車中泊ももちろん可能ということになります。そしてまあこの車、STI スポーツなので、ルーフレールがオプションでも設定されていません。あの他のフォレスターだとルーフレールが設定されているので、まあ、例えば屋根の上にジェットバッグを積んだりとか、スキーキャリアを積んだりして、5名5人で出かけることができるんですが、じゃあ STI スポーツはまあルーフレールないということで、じゃあ5人でスノーボード行くときどうしようかということで、さっきちょっと考えてみたんですけど、これがですね、あんまりこの積み方ができる車って多くないとは思うんですけど、こちらにこうすることで、斜めに荷室に積んでしまいます。まあ、ここのホイールハウスの出っ張りの後ろ側がちゃんと削られているので、あの板をこうやってね斜めに積めるんですよね。で、まあ、Cピラー周りがそんなに寝てないっていうのもあると思うんですけど、この積み方ができる SUV ってそんなに実は多くなくて、フルサイズになればなるほど、まあ、リアサスペンション周りが結構複雑になっていて、ホイールアーチ出てるので、あのこの積み方はなかなかできないんですよね。でこれでビンディングを外してしまえば、スノーボードだったらば、5名5台をあの中に積んで遊びに行くこともできるのかなと思いました。ここはあの雪山遊びされる方には結構大きな特徴なので、ちょっとご紹介しておきたいところかなと思います。室内に入ってみます。これね、まあ、今ちょっとドア開いちゃってるんですけど、これねアンロック、ここでね、グローブしててもちゃんと反応してくれるんですよね。これはまず一つ嬉しいところ。さらに前後ドアともそうですけど、開けた時に分かりますか、ここねサイドシルが残らないで全部ドアと一緒になって開くんですよね。このようにこうすると汚れたところがないので、ここでパンツを汚してしまうということがないわけです。これまあ SUV では定番的なものではあるんですけど、やっぱりこうなってるとありがたいよねというか、ちゃんと作ってるね、ちゃんと配慮してるねという感じがしますよね。じゃあ乗ってみます。はい、室内乗ってみました。リアシートです。シートヒーターあります。そして USB 端子あります。さらにシートバックポケット
ありますが、これがね1個普通に大きいのありますよね。その下にさらにこの2つあるんです。まあ今時だったら後ろの人がスマホ差しとく、でさらにここにはまあいつもなんか刺さってる、なんでしょうね、まあ地図だとか書類だとかがあってもいいしということで、まあとにかく好きなように使える1個よりか3個って方が必ずね、まあ今子供を乗せるときにはじゃあ iPad みたいなもの、タブレットを乗せるとか、まあいろいろあると思うんで、まあこれはもう便利に使えるところかなと思いますね。ポケット他にも充実してて、ドアポケね、かなり大きいものが入るようになってます。ドンとここに大きいドリンクとかを挿しておくこともできるし、まあもちろんセンターアームレストあります。でここにねドリンクホルダーついてますんで、まあ今時ドリンクホルダーってドリンクだけ挿すもんじゃないと思いますけど、本当いろんな使い勝手があると思いますけど、まあそれに対応しているというところですね。はい、運転席に来ました。もうねスバルといえば視界がいいとかそういう話はね、まあ走りの方でもしてるんで、もうちょっと今止まった時に、細かいユーティリティまで見ていこうかなと思います。で例えば、温度調整のダイヤル、これが物理ダイヤルになってるっていうのは、まあ、やっぱフォレスターらしいなと思うんですよね。フォレスターのお客さんは本当に雪山ガンガン来ると思うんで、グローブして乗ってあタッチだとグローブ外さなきゃがないのはやっぱりありがたいなと思います。あと細かいところですが、例えばフロントカメラ、サイドカメラがここにスイッチあります。これもやっぱり、ね、階層の奥だったりしないで、こういうところすぐ分かりやすいところにある、ね、X モードとかそういうオフロード行ったら使いたくなるようなところにまとめてあるんで、これもすぐ使いやすい、ね、押すだけでまさに今表示されてますけど、ここに、前と横の、四角になる部分が表示されてますよね。そして視界といえばミラー、これデジタルルームミラーついてます。これねデジタル表示になると何がいいかというと、やっぱり雪山行くときだったり、まあ雪だけじゃないと思いますけど、たくさん荷物積んじゃうと後ろ見えないんですよね、鏡だとね。デジタルだともう例えば積み上がるぐらい荷物を積んでても後方視界がしっかり確保できる、まあ、これはね安全ということを考えても、あとまあ安心を考えても非常に重要なポイントかなというふうに思います。そしてねさっきエアコンのダイヤルの話をしましたけど、さらにエアコン、これねジェスチャーコントロールもできるんですよね。これもまあやはりねグローブをしていてももちろんできるわけですから、これも便利な機能だなというふうに思います。そして細かいところですが、バイザーね、これもちろん普通に下ろせるんですが、ここ、はい、引き伸ばせるようになってますよね。これまあもちろん前では使わないんですけど、横に回した時とかにまあこうやってね引っ張り出すことで全周カバーできるというかね、ちょっと短めなんでこれないとやっぱり日が入ってきちゃうなということあると思うんですけど、まあそこもカバーできると。すごい細かいことですけど、これはやはりユーザーの皆さん、そしてスバルの開発実験の皆さんがその実践の場でね、実際に使った場で欲しいよといった機能が盛り込まれている、まあそういうことが言えるのかなと思います。もちろんね走りも重要な要素だと思います。走りから見えることもあると思いますので、ちょっとねじゃあ2人でこれから雪道に走りに行ってみましょうということで、スバルフォレスター STI スポーツの総合雪国性能の話をしてきましたが、まあ、今まとめとしてちょっと乗ってみておりますが、はい、まあ、フォレスター今これ、まあ、3月としてはこう異常に雪が降った時にこの志賀高原まで登ってきて思ったのは、うん、はい、まあその最近の車なんか四駆だったらまあ走るは走れるんですけど、うん、なんといっても安心してられるっていうことかなと思いましたね。はい、はい、何が安心につながるんですかね。ドアンダーが出ちゃいそうな怖さがないんですよ。あ、曲がれずにあ、まっすぐ行っちゃうっていうのがないんですよね。そうなんですよね。コーナリングにまずこの曲がる運動が発生してからちょっと危ういかなっていうことが出始めるので怖くない、うん、何より怖いのはやっぱりあ曲がんねっていう、はい、こう息を飲んでしまうようなね、壁に向かってってしまう、はい、それが、まあ、ないとはね、物理的にはないとは言わないんでしょうけど、そういう感じがしない、とにかくステアリングが効いてくれるという安心感がすごく強いっていうのは、うん、まあこうやって来ると改めて実感しますよね。そうですね。まあそれってまさにね、今の四駆だったら大抵どこでも走れるわけですよ、はい、でも、まあ、まさに総合雪国性能だと思うんですけど、安心して相棒として走らせるには、やっぱそこで走れるだけじゃなくて、安心してリラックスして、ね、信じて走りたいじゃないですか、はい、そうですね、そう考えたときに、この性能はすごく効いてるというか、やっぱ選択肢の筆頭に上がってくるものだろうなということを、まあ、今回改めて思いました。で、それを可能にしてるのは単に四駆じゃなくてね、まさに他にも四駆はいっぱいあるんで、はい、やっぱりこの水平対向エンジンを使ったシンメトリカル AWD レイアウト、はい、ここのまあ言ってみればスバルの
何でしょう、全ての車作りの基本みたいなところが雪国では支持されてんだろうなっていうことを思いますね。そしてもう一つの特徴がやっぱり深雪の脱出性能ですね。夜泊まってる間に30センチぐらい積もった時に、うん、ホテルの駐車場から出せないっていうのが、うん、あれがね一番雪国で生活してて困るというか、うん、まあ、雪国に来た時に、うん、もう本当に一番辛いんですよね、はい、その時のもうどんな、まあ、ある程度どんな条件でも脱出できるぞっていうこの安心感は、はい、うん、これはやっぱりね、あのスバル車はこれが他の車と比べた時のスバル車の大きな特徴だと私は思いますね。だそれもやっぱり制御じゃないんですよね、うん、多分骨格というかパッケージというかそういうところだと思うんですよ、はい、制御っていうのはつまり何かが起きたら止めるとかでしょ、うん、そうじゃなくて本当に最初の一転がりみたいなところがね、ああいうところ脱出するのって勝負になったりするじゃないですか。で、ね、それもやっぱりパッケージというか基本性能の話でしょ、はい、となるとまあなんか繰り返しになっちゃうけど、このシンメトリカル AWD の AWD のさらに前の段階としてやっぱり水平対向エンジンがフロントの低い位置、しかもまあちょっと前側じゃないですか、はい、そこに積まれてるってすごいでかいことだなと思ったんですよね。でそれに合わせてサスペンションも設計してあるっていうことですよね。まあもちろん、はい、でもその前に重量配分的にやっぱり左右輪均等、うん、かつ重心低い、はい、でフロントタイヤのまあちょっと前側にオーバーハングしてるじゃないですかエンジンが、はい、っていうことはフロント荷重がしっかり乗ってるわけでしょ、うん、だからこれはまあ4駆で、しかもそう、そこから直結の4駆だから、で、まあ、ある意味縦置きといえばいいわけですよね。そうそう、だから駆動システムとしては、はい、まあトラクションを稼ぐための駆動能力は、はい、もう完璧にいい条件が揃ってるみたいなことが言えるのかなと思ったんですよね。そこで一発ドンで脱出できるという、そう、まあ、そういうことなんですよね。それもそうだし、はい、曲がっていくときの安心感も結局同じことかなと、うん、ね、しっかりグリップしてしかも低重心だからスッと曲がっていくわけでしょって考えると、結局だから4駆だからいいとかそういうことじゃないんだねっていうのをなんかね改めて実感しますよね。こういうとこ来るとね、そのまさにあ安心して曲がっていけるだったり、あ深雪でもスッと脱出できたなとかで、多分雪国でまあ暮らしてる人もそうだし、まあこうやって遊びに頻繁に来る人がスバル選ぶのはね、今回もスバル車いっぱいいるじゃないですか、周り見ると半分とまでは言わないけど 35% ぐらいスバルですね。ちょっとこれはねびっくりしたんですけどね、はい、まあ多いだろうと思いましたけど、うん、こんないるのかよというぐらいにね、やっぱ厳しいところに行けば行くほどスバル車が増えていくという、そう、多分みんなそれは経験なんだと思うんですよね、はい、イメージから乗ってみたら本当だになったみたいな人はすごく多いんじゃないかなというふうに思いました、はい、まあだからこそつまりスバルはやっぱり雪国で使う車としてはね一つ最終回の一つかなと、そう、そういうことでしょうかね、まあ、ユーティリティ、視界、はい、走り、そうした総合雪国性能を、まあ、しっかり揃えているのが、まあ、やっぱりスバルだったということですかね。そういうことになりますね。